道は演歌太郎チャンネルです。演歌歌手の氷川きよしさん、2月に待望の新曲母が発売されます。そのジャケット写真も公開されました。カップリング曲の中には氷川さんが女性の声として収録もされています。その内容をまとめてお伝えしていきます。今年デビュー21年目に突入し、新たなスタートを切り開く、いつの時代も変わらない母への思いを表現した楽曲となっています。母は2012年日本レコード大賞優秀作品賞受賞作品桜の作詞を務めた中西礼先生が手掛けた作品となり、 A、B、C タイプにそれぞれのカップリング曲が収録されています。 A タイプのカップリング、いつか会えますようには、離れ離れになってしまった父親を思う歌となっています。 B タイプカップリング、東京よいとこ音頭2020は、清の令和音頭に続く世界平和シリーズの楽曲です。曲にレコーディングされているお囃子は、本人が女性の声を出して歌ったもので、一人二役を務めています。 C タイプカップリング、思い出酒場は、好きな男性に対するピュアな女心を描いた演歌となっています。なお、リリース週の2月3日に神奈川小田原ダイナシティで、2月5日に名古屋アスナル金山、2月9日大阪の大阪ビジネスパークツイン21アトリウムで発売記念イベントを開催。観覧フリーのイベントとなるので、お近くの方はぜひ参加しましょう。またデビュー日の2月1日と2月2日に東京中野サンプラザで記念コンサートも開催されます。氷川さんの新曲とても楽しみですね。昨年から自分らしさを追求し披露されてきましたが、後押しされたお母様への思い出もあるのかと思います。注目は B タイプのカップリング、東京よいとこ音頭2020にて、お囃子で氷川さんが女性の声で歌われているとのこと。いろいろと注目されている氷川さんなので、話題になることは確実ですね。何よりもこれを皮切りに、今後は女性として女性の声での楽曲が作成されるかもしれませんね。今年も氷川さんから目が離せないと同時に、より様々なファンが拡大することは間違いありません。おかげをもちまして、2020年2月2日にデビュー満20年を迎えます。2月4日発売、氷川きよし21年目の新曲は母
です。3年くらい前に中西先生とお仕事をさせていただいた時に作詞をお願いしました。私の心の中に曲のテーマは具体的に決まっているものがあり、中西先生に母一文字で作ってくださいとお伝えしました。3年近くの月日が経ち出来上がった作品です。世界中どなたにも母がいる、母に応えたい、母を喜ばせたい、母に対する思いは世界共通です。もしかしたら生き別れた母かもしれない、天国に旅立った母かもしれない、そんな皆さんの母、どんな時も私のことを一番理解しているたった一人の大切な母、年を重ねて小さくなって私のために生きてくれている、そんな母に捧げる魂を込めた歌です。デビューから20年やってきて振り返るとそこには母がいた。母はどんな時でも自分のことを肯定してくれた。世界を敵に回しても私はお前の味方だ、という母の思いを伝えたいなと思いました。今年はデビュー21年目でゼロから生まれ変わる気持ちで自分を生きるという思いで歌わせていただきました。いかがでしたでしょうか。新曲母とっても楽しみです。新曲イベントも行きたいと感じましたら高評価グッド評価で応援してください。ご協力よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。